久保さん、今回バックにしましょうか閉める。束縛とか、呪縛とか。うん。あの、久保さんの例良かったですね。あの、休みになった瞬間、崩れるっていうね。確かに昔僕もそうだったんですね。会社での時、会社が休みだっていう時はね、昼まで寝てましたよね。うん。今はね、ほぼ変わんないですね。だいたい、 まあ寝るのも早いっていうのもあるんですけど、だいたいまあ朝起きますよね。昼まで寝るってことが、もう、もう、はあ、いつからだろうな朝、朝方になったちょっと忘れたんですけど、昼まで寝るっていうことがほぼないですね、今ね。うん。だからまあ、あの、変わらないですよね。うん。なんかその、規則正しいですね。うん。 なんかあの、なんだろうな。多分本来の、これがボ多分リズムだと思うんですよ。だけど、会社に縛られてると、会社のなんか、その、なんだろうな。まあ、部長がね、吉谷さんが帰れないから僕たちが帰れないんですよ、みたいな感じで。まあ、会社でサービス残業だったり、会社でこう、なんだ、働いたり、その時間っていうのは、 自分で決められないですよね。うーん。だから、その、今、自分、自由っていうのはね、自分で全部自分で決めて、うーん、全部自分でできる、できる人が自由を手にしないと、実はじ自由じゃないっていうか、まあ、久保さんの言う通り、なんかその、ただ、ただなんだろうな、イメージとしては、こう、し、し、 締まられてた束縛、こう、バーンって、こうギュッて、ギュッて、こう、グワーって締まってたものが、じゃあ自由になりました。パーンってなっただけなんですよ。パーンってなったから、こう、行き場がないというか、ファーみたいになっちゃうんですよね。単純に、めちゃめちゃこう、ギュッて縛られてたもの、まあ、会社のルールだったり、束縛だったりとか、いろんなしがらみから、グッて締まってたのが、休みになると、ファーみたいな。どうしようみたいな。 うん、でもじ、本当の自由っていうのは、やっぱ久保さんの言う通り、もう常にその自由が、うん、主体というか、自由がもう、な、うんだろうな。んですかね。もう一本一本がもう、こう、整ってるっていうかね。整いました、みたいな。自由は整いました、みたいな。佐藤のね、サウナの。整いました、みたいな。自由が整ってるって感じじゃないですか。 うん、そうただやっぱあの、縛られる生活はね、あんま良くないと思いますし、要は、縛られる生活になれちゃうと、自由になった時にきついっていう部分もあると思いますけどね。うん。それ自由になれるっていうことも大事かもしれないですね。うん。自由を、自由を使い倒すに、自由を使い倒すためには、 自由になれるっていうことです、うん。っていうことも大事だろうし。うん。あとはその、こう、こう、こうなってる部分を、もう最初からもう外してしまうっていうね。毎日締め付けられて、その反動でね、休みの日がバーンってなっちゃいますから。毎日締め付けられてる状態だと。で、それをもう全部、最初からこう、ブッっていうふうにすると、もう、いい感じだと思いますね。うん。はい。いってらっしゃい。